昨日は楽しかったです。同級生、高校の同級生のお店行ってきましたけどね。はい、同級生のお店の山崎に来ました。はい、から予約満席です。イエーイ。こんにちは。撮っていいかって撮っとれんけど許可なしでいやー素晴らしい。この4つね、パンだ4つ。はい、もう予約満席って書いてあった。繁盛しとるぜ、うん、はい、じゃあ、はい、じゃあ頑張って飲みます。いや、そっち向けやれよ、そっち向けよ。はい、じゃあ、山崎さんちで、これなんじゃない、山崎、割烹山崎、違うもん、主催山崎、主催山崎です。乾杯、はい、ようこそ。乾杯。ビールは川北ビールやね。そうです、素晴らしい。しかも専用サーバー。あ、まだ綺麗に映りましたよ。お願いします。はい、これは暖房ラベルね、春ガスの。春ガス。向こうの。君にそっくり。あ、来たね。うん。これは最近の春ガス。どっちおすすめ？やっぱ暖房やろ先に。田舎の人にこっちだね。ありがとう。じゃあ田んぼの方でよろしく。バースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。ちゃんとここのが誕生日だったので、ちょうどよかったね。Happy birthday to you。 サプライズやった。主催山崎、ありがとう。美味しいございました。皆さん、ぜひ小松材木所何番地？47番地。要予約です。イエーイ。よし、美味しゅうございました。そこで転ぶなよ。お約束で転ぶって言うのよ。お約束で転ぶ。じゃあ主催山崎、美味しゅうございました。ありがとう。いやー、やっぱり飲みすぎました。今日は午前中お店番で、午後は、白山市の、食生活改善員さんのの研修で、また私の食育の授業をしますね。また今回もドッカンドッカン受けると思います。頑張ります。イエイ。あ、新しいやつ買ったの、すごいな。こういう LED があるんや。値段次第やな。これ2つあるの。そうだ、田んぼのフェスティバル用で。はい、まあ今、ね、オイルシール、うん、これ特殊でもないけど、いろいろとね、オスのオイルシール、この間に、うん、カラーが入る。こんなもん前なかったよね。やってんけど、うん、うん、今のやつね、なんかこんなもんなくて、うん、普通の、うん、新しいやつは、うん、なんか問題あったんかな。で、これクローラーもちょっと違うね。ドライブスポーロケットも。でもこれは部品に調べたら。あ、なるほどね。うん。で、注文の時ちょっと間違えてしまって。うん。か、まあ、こういう型と電気型ってのは。全然違うからあれと思って。うん。うん。で、これが電気型。これ電気。見たらなんかこんなカラーがついてきたよ。へえ、はい、ちょっと見たことない。ゴム、オーリング入るんやけど、やっぱどうしても漏れるんかな。で、結局なんか部品調べたら、クローラーの形状もなんか番号が違うから、こっからもう変えていってるんかな。まあまあ、後期型は後期型でまた、うん、ちょっとこれ、うん、ベアリングが変わってくる。オイルシール変わってくる。でも、スプロ系、これでもつくんやね。これでもところ後期型のドライブスポーケット。
いやいや、これ前期型やねん。あ、ごめん、これ前期型のスコロケット。うん、あっちは後期型のスコロケットね。そういうことやな。ちょっと形違うと思うわ。きっとね、外したことないから分からんけど。外してみりゃ分かるけど、うん、多分ちょっとこの辺やっぱオイル漏れるかなっていうのはね。なるほど。まあいろいろとね、年式によって変更ね、やっぱその都度少しずつ変更するから、やっぱ部品注文するときはね、要注意ね。分かった。ちゅうことで、俺お店番やからカメラ置いてくわ。カメラ置いてくのはいいけど、まあ、適当に動かしてくれ。
クローラーつけます。向きやっとるやろ。いや大丈夫、片っぽ。あ、逆になるか。なるよ。前間違えた。間違えたし。合っとるよね。合っとるよね。いやー、まさか大変と思っていて、なんで気づかんでるのと思うぐらい。乗っとらん、ローラー乗っとらん。今乗っとらん、外れとる。そんなもんかな。うん、水平上がっとるわ。そう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 、それもうちょい、あ、まあそれぐらいが OK。 うん、もうちょい上げれるよ。奥は行ける、行ける、行ける、まだ行けるよ。こんなもんかな。爪はもう水平や。離れとる。
入る。何かな。浮いとるよ。下？下も降りとるんだ。2番目上がってる。ここはもうここ当たってんじゃない？これやろ？当たっとるんだよ、これ。
気合いと根性気合いと根性やろこれ。いやほんでもう6畳とかどうするんか、ね、もう考えたくないわあんなお答えも一人じゃ無理やろ。うん、なんか特殊な機械、まあ、ほんでも手で剥がすんか気合いと根性でんの言わせてんやろ。気合いと根性、気合いと根性なんか特殊なことがある。はい、はまりました。じゃあお店番戻ります。あとはテンション張ってピンピンにして終了。貼り直しとるんや。貼り直し、うん、確か1センチ5ミリとか。1センチじゃまだまだ狭いんやけどね、うん、あの1センチはもう、まあ、あんま入りすぎるけど、まあ、俺細い指に入ればいいじゃん。ちょうだい。俺あんまりね結構貼らんかったらね外れた時は寂しいよ。ここがいるんでね、田んぼの中テンションはね、このテンションはやっぱ毎年確認した方がいいよ。またこれが江戸時代よな、この四角いワッシャー。なんかこの辺なんかね、これやこんな感じで、ここが止まってる。だからいつもこうあっち見てるわよ、向こうから。江戸時代のやっぱね、うん、なんだちょっとこれは昔ながらよ。もうちょっとね、あ、重機とか見たらぶっとるんだ、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 ぶっとるんだけど、さすがに脱出。怖いわね、ここに。
ポンって抜けたら、うん、トランってくるくるってこうやってシュールウェイ、ここほら見える、もうちょっと待って、うん、トランってずっと、はい、ちゅうことです。あとはね、オイル入れない、9リッター抜けてるから、一生オイル、やっぱり抜け取った、うん、9リッター抜けて、今とこから入れる。よしよし、もう一回行くぞ。結構抜けたな、そしたら。もうこんなおかしいやろ。9リッター？8リッター？違うドレーン？それだとどんだけ入れても出てこんぞ。来た。行きました、健康センター、コブディハゼ、間違っとらへんな。こんにちは、ここでよかったですか？あ、紹介されね、はい、あ、よかった迷ったわはい、皆さんこんにちは。大概ターゲットの子供たちは5歳児なんで、今日時々5歳児になってもらって僕のこと、話を聞いていた、授業を受けてもらえればと思います。まず子供たちに、こうやって来て、この帽子何に見えますか？え、鏡餅。そうで、うんちじゃないよ、ね、でこれ後ろ何て書いてあります？社長、そうです。私はのど市でお米と餅を作る会社の社長さんです。今日はみんなに食べ物の話を3つしますから、皆さんちゃんと答えられますか？答えられますか？はい。皆さん5歳児のとしてください、ここはね。はい。皆さん5歳児になってください。はい。で、今から出すお野菜を空中で本物にあって偽物にもっと大事なものを持ったから。栄養？味？あ、そうだ。そしたらもう一つ、本物の中に何か入ってるもんある。種ね。種まいたらどうなります？芽が出ますよね。はい、何が入ってんでしょうか？大事なことが、本物にあって偽物にないもの。種があって種は育つ。プラスチックの種まいても出ない。何が大事なものか、ここに。はい、大正解、命です。答え遅かったね命です。さあ、皆さんご飯食べるとき何て言ってますか？いただきます。あれは命をいただいてありがとうございます、感謝の言葉でございます。はい、よかったね、分かって。はい、私も楽しかったですありがとうございます。はい、今回もドッカンドッカンでしたね。あー、楽しかった。さあ、戻りますか。470初号機クローラー着きました。え、動くの？それよっか、これよ。これはなんだ、業務用気化式レフキー RKF506α 静岡製機株式会社、買っちゃいました。ここも40度近くもあるけど。そうなのよ。去年気合と根性は戻ってるけど、モニターで借りてんな、これの一つ下の機種を。そしたらさ、いや、もう昔何と思ったり、その時気合と根性で、いや、もうでも扇風機も行けてね、まあ猛暑のせいやと思うよ。もうやっぱ昨日ね、去年暗かったから憧れので、これ冷風機って大体大したもんじゃないと思って舐めとったら意外に涼しかったという。にちっちゃいの買えるちょっと大型で買いました。まあ値段はわずかに高いけど、でも2倍ではなかったし、ね、
それからやっぱ労働環境も整えていかないと。いや、環境の方がやっぱね、暑い。死にそうになるもんね。いやー、去年はね、ほんと、具合をなんかといって、ビールも無心してる。マウンドゲージ測らない問題だな。ちょっとでかいか。いないよ。いや、前はタッパがあるな。前の記憶が薄いから、なんかそんな差はない。危ない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 。これ10センチぐらい横幅があって、高さが20センチぐらいないよ。だ容量は倍よ。倍。はい、これで涼しい秋産業、もみすり産業できます。イエーイ。涼しい。素晴らしい。